皆さんこんこにちはジャーナリストの篠原一郎です、えー、今日はですね、えー、この動画、メンバーシップ動画ということになります。えー、前段は後半あの公開しますけどね、えー、後半はですね、えー、メンバーシップの方がご覧になれるということになると思います。えー、それでですね、昨日ですね、今日の今配信している昨日ですね、えーまあ、明日はあの「週刊文春」やなんかの 発売日だよということで、えー、いろんな話題をちょっとですねあらかじめお届けしたんですけどね「えー、週刊文春」をお買いになった方がいらっしゃると思います、えー、結構いろんなですね記事が載ってて面白いんですがあのー、今回ですねもう、あのー、ちょっと目を引く記事があったんですね、えー、これここにあるんですけどね、えー、もうこれ今日売ってますからねあのー、ご覧になってない方、あのー お店まだって言ったらちょっと文春を見ていただくがいいんですけどね、えー、女優の鶴田真由さんと、まあ、もうこの間一周忌だったですね安倍晋三元首相のですね、えー、後安倍晋三元首相の奥様でいらっしゃるですね安倍昭恵さんがですねスピリチュアル仲間だったと。 い,うなんかいかにもこうちょっと関心を引きそうな、ね、記事があったですね中身的にはですねこの鶴田麻衣さんというのは、まあ、皆さんがあご,ご覧になっている方もあると思うんですけどね NHK の朝ドラのね「ねん漫で えー、奥田瑛二さんが演じるですね、えー、印刷屋のですねご主人にいいもう支えるですね、えー、奥様の役、おかみさんの役で出られているということで非常にいい好評な方なんですがあーこの文春が掘ったのはですね、えー、実は2016年だから結構前ですよね6年ぐらい前の1月7日に長崎県にある喫茶店 A というところにね阿部、えー、昭恵さんと一緒に出かけていたと。 でどうもそこはちょっとね、えー、ややスピリチュアル系のところじゃないかという話であるとかねあと趣味的な話ではね「ヤマトユダヤ同婚論」というかね、えー、いやあの実は我々ヤマト民族の先祖に当たるのはユダヤ人なんじゃないかと。 イダイ人が大陸を越えてですねこっち来たんじゃないかこれははっきり言うと、ですね、えー、かなりこうファンタジーの世界の話なんですね、まあ、真剣にやってる方もあると思うんですけど、まあ、歴史学の世界ではこれかなりもう,もうそれ、はっきり言って想像の世界の話だよと、でこういうことを言ってる人が安倍,さんとあの安倍昭恵さんとね、えー、つか付き合ってるということだと、安倍さんもかねてからね、オカルトものが好きだということで、 えー、いろいろね、話題を振りまくしてですけどね、どうも仲間なんだよ、ということでいろいろ書いてあります。で、このですね、実はね、これ実は、あ文集がもう2016年、えー、ということだから、いろいろ SNS なんかもはあの発信を調べてやったようなんですけど、うちでもリサーチしてみました。まあ、これあの、これ文集に載ってる写真と同じなんですね、えー。ツアーに出かけたということなんですけれど、 どういうところかっていうとですね、こういうところなんですね。もうこれ、喫茶店 A って書いてあるけど別に隠すことないと思うんですよ。これ有名なとこでね、4次元パーラー、あーアンデルセンってとこなんですね。えー、どうもですね、えー、全部、オール予約制だそうです。来店を予約制。で、聞き,きかの看板なんか見るとね、これなんと,な,んとなく古いいい喫茶店の雰囲気なんですよね。えー、喫茶軽食ケーキなんですけどね。喫茶軽食ケーキをメインにしてね、 あの予約すするとは思えないですねこれは実はご亭主がね、えー、いろいろ昔は,はあの流行りましたよね私たち子供の時にねユリ・ゲラーって超能力者が来てあのスプーン曲げやってね日本の少年もできるようになったって人が、ね、出てくるんですけどねそういうね超能力パフォーマンスをなんとお店でやってくれるそうなんですよ私も急に行ってみたくなっちゃいましたけどね、えー、そういうのをあの見るのは大好きなんでね、えー、それを見るツアーを実はこのき記事によりますとね 安倍昭恵さんがお仲間に提案してですね、えー、この2016年1月7日に行ったということなんですが、これちょっと書いてあります。私、あのー、スタッフの人が書いてもらったんですけどね。えー、実はね、ここは鶴田真優さんがいますよ、と。ここ安倍昭恵さんもいますよ。でも、もう、もう二人ほどね、ちょっと重要人物がいるのを発見しました。何かというとですね、一人はこの赤、あ赤塚隆人さん。 ていう方なんですね。これ、この方は実はですね、さっき言ったですね、えー、鶴田真優さんがおっしゃってたね、えー、ユダヤ、ヤマト、同婚論、えー、その根拠になる話を一生懸命ですね、展開、えー、している方でね、えー、なんとですね、えー、ヤマト、ユダヤ、友好協会の会長でいらっしゃるということなんです。で、この方はなんか、あの、私、私よりちょっと、 一つ年上の方なんですけどね。まあ、作家で講演活動をしているということなんですけどね。こういう場所に現れるということはですね。安倍さんや鶴田さんとも親しいということなんでしょうね。で、まあ、歴史学会ではね、もうちょっとこれはあの、ファンタジーの世界だよと言われているね。えー、イダヤと日本がを古代交わっていたというような説を強く主張している方なんですね。で、それからもう一人いらっしゃるんです。 えー、これが非常に大事なんですけれどお谷崎テトラさんという方この方もお作家であったりしていろんな,なんかちょっと不思議な NPO の。おー まあ役員みたいなことをいっぱいやっていらっしゃるんですけどお私はですね過去いろいろそれこそ2016年当時もですねいろいろ調べていたことがあるんですね、えー、その時に何かとですね不思議な安倍,安倍昭恵さんを取り巻く不思議な仲間たちに必ずいらっしゃるのが谷崎テトラさんなんですでまあ鶴田真弥さんとこが揃ったとで実はこれね私ちょっとねえー まあ、赤,赤塚隆人さんが、ね、出るまではああちょっともうああ安倍さんもちょっといい加減したほうがいいけど、まあ、ちょっとほほえましいなとああ鶴田真由さんもそういう仲間なのかということでほほえましく思ったんですが、まあ、この方は別に,、ね、別になんか悪いことをして捕まったとかじゃないんだけどこの方が出てくると途端に私は不安になります。 えー、この問題をちょっとね、これからちょっとそうあのご説明しようと思うんですけど、何か、このね、えー、この人が出てくると不安になる問題何かと言いますと、